はい、ということで、変わり映えしないところからお伝えしますということで、今日は、ね、このまんま診断バトル出るということで、僕が回すデッキはこちらのトルネロスです。ちょっと GX がね、いっぱい出てきそうなので、今回はあえてこっちに行きたいなと思います。ちょっとライライト当たると辛いんで、あの弱点疲れるから、そうだね、ちょっとライライだけ避けたいなと思いますけど、頑張りたいと思います。はい、僕はソウルバーナーですね。あ、なるほどね。あのトップを固定してソウルバーナーで5枚トラッシュして、その分電池に出せるという。なるほどね。当たりたくない対面とかある？当たりたくない。これだけは当たりたくないみたいな。診断のデッキで。診断か。ライライちょっと俺あんま好きじゃないから。じゃあやっぱライライ。そうだね。じゃあまあ頑張っていきたいと思います。はい、ということで診断だったかな。そうですね。診断は、普通はとりあえずこんな感じです。ドン。あ、そうか。デッキドン。はい。あ、デッキあのレシピ出さない。出さない。出さない。なんで？あれダメ。あの完成してないから。あ、完成してない。そうです。間違えてる。そうだね。あの結局間違えてたんで、ちょっとレシピは公開させていただきますけど、公開トルネロスやらせていただきまして、はい、こちら4位タイです。また4位タイ。そうね、全部4位なので、あのそういうあの一戦目が、はいはい、1回戦目がギラガブに当たりまして、でギラガブは相手のカラマネロとかは全部その後ろで狙撃しながらやっつけて、はいはい、で倒して、で、まあ、相手が、まあ、最終的にあの事故って、あの手札が5枚中4枚投影エネルギーになった時点でサレンダーされたんで、やば、あの普通に今勝ちです、はい、で2戦目が2戦目結構いい感じだったんで、3戦目がちょっと印象強すぎて、2戦目が比較的強すぎて、2戦目あれだ、ジラさんのジラさんライライだったんですけど、ライライ使ってに関しては、うん、あの全部ジラーチ勝って、まず最初におあのジラーチをあのボルトロスでワンパンできるんで落としまくって、うん、それでまず全部落としてで、強い。あとサンダー弱点雷なんでボルトロスで倒せるんですよ。強い。なんで、まあ、それでもボルトロスで倒して、うん、まあ、勝ち切ったって感じです。なるほど。で最後あのエアロトレイル あのかっこいいところ出てきたんですよ、GX が。 ああ、そうだね。であいつはミミックで、あの技をそのままオウム返しして強っ、最強じゃん。で、最終戦ピカゼクで、はいはい、これがね、本当にしんどくて、あのピカゼクだけど、あれは診断のやつは、診断のカードは多分ライライかなんか。ああ、ライライちゃんのカード出てない、出てないから、そう、まあ、ピカゼクで、ね、で、あの本当ひたすらデデチェンジで引かれて、はいはい、で、まあ、こっちからするとそのマジカルスワップするしかもう先がないみたいな感じまで来て、うんうん、でマジカルスワップができないってでこう言っちゃったもんで、そうだね、あのちょっとあのプレミというかそもそものミス、構築のボンミスしてで負けました。なるほど、はい、俺はね、初戦がジラさんライライ、そのライで、まあ派手に事故ったんですよ。派手に事故って、まあ普通にもうなんかそもそもの俺が構築できたのがついさっきというか出る寸前だった、うん、なんで、まあ動かし方も2、3回しか回してないし、動かし方も分からずで負けて、2戦目あんだっけな、2戦目誰だっけな、忘れちゃった。2戦目はそう、2戦目誰だっけな、忘れちゃった。まあ最終戦、最終戦があれだ、レシリザ、あ、レシリザ、はい、うん、にあれが入ってた、なんだっけ、ボルケニオン、ボルケ、そうそう、ボルケニオン、ボルケニオン、そう、高熱爆破で、で、サイドね、4枚取ったんだけどね、はい、終わっちゃった、ボルケニオン、グスまでヒードラン持ってこられて、終わっちゃった、そんな感じです。また次回でございます。